会ミス加賀友禅の井上瑠香です。宮地美穂です。今回新たに始まりました加賀友禅文化チャンネルでは、伝統工芸加賀友禅のことはもちろん、石川県や金沢市の歴史や文化、観光施設などを紹介していきます。第1回目として加賀友禅の拠点である加賀友禅会館を紹介したいと思います。それでは県道公園のそばにある加賀友禅会館へ向かいましょう。金沢駅から約15分で加賀友禅会館に到着します。入りますと受付があります。ここで入館料を支払います。大人310円、小中学生210円となります。受付を過ぎると加賀友禅の制作工程を説明するパネルがあります。それでは加賀友禅の工程をご紹介します。We are
には特別展示室があり、常時企画展が開催されています。現在は新しい加賀友禅の展示がされています。こちらには現代の加賀友禅が展示されています。お気に入りの作品はありましたか？着物だけではなくドレスやシャツもあるんですね。こちらは加賀友禅作家の落款が表示されています。現在は140名が登録されているんですね。すごい、手書き友禅で鳳凰が描かれています。これは撮影必須ポイントですね。皆さんもここで撮影して SNS に投稿してくださいね。伝統工芸士の森田光三先生が工房を開いています。作業風景を間近で見ることができますよ。とても繊細なお仕事ですね。1回では加賀友禅についていろいろと学ぶことができました。次は地下で染め体験をしたいと思います。